どうした？我が知恵を持った人間はまだ見つからんのか？貴様は日本支部の魔法瓶ではないか。決まったことよ。我も貴様のように魔法瓶になるんだ。そのためには我が知恵を持った人間を見つけねばならん。バルキリーがその人間を連れてくるのをこうして待っているのだ。知恵を持つ人間が見つかったところで、これまで戻れなかったナホビノに本当に戻れるかは疑問だったが、目の前に実験隊が来てくれた。貴様を倒し、その秘密暴いてくれ。案ずるな。死しての地貴様をバルハラの戦士として迎えようぞ。
き。ホビノの力か。知恵が戻れば我も実に惜しいな。ナホビノよ、貴様はこの世界をどう思っている？ナホビノになったといえど人ということか。だがよく見てみろ、この世界はもう長く持たぬぞ。まあよい、破れた我が気にしたところで千なきことよ。金庫の鍵、貴様に託そう。これで鍵はあと一つね。最後の一つ、気を抜かず探しましょう。神の御座である始皇天は、三本の柱で支えられた頂点にある。三本の柱とはすなわち、瞬間、均衡、慈悲である。汝はその一つである、均衡の鍵を手に入れた。世界には相反する力が存在するが、それを否定してはいけない。全てにおいてバランスが不可欠である。進化を促すには一方の力を伸ばす必要がある。だが均衡を欠いた世界はすぐに崩壊する。それを忘れるな。また変な顔してる。その困り